カブすき焼きチャンネル。はい、どうもカープスキジャケチャンネルです。今回は11日の中日戦振り返りたいと思います。タイトルですが、勢いに乗って鬼門で勝利、秋の力は頼りになるということで、秋山選手の活躍が光った試合を振り返っていきたいと思います。栗投手についても振り返りますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。はい、というわけで11日の試合ですが、4対1でカープが勝利を収めました。9回ちょっとドタバタはしたんですけど、最後栗林投手が締めくくって勝ったということで、まずね、1勝取れてよかったかなと思います。で、この試合のスターティングメンバーはこのようになってます。2番にですね、去年柳投手からホームランも打っている堂林選手、そして8番にはショートで上本選手を使うというスタメンになっています。で、この試合の得点ですが、まずは4回の表ですね、マックブルーム選手ライトへのタイムリーで先制します。で、さらに5番の西川選手もレフトへのタイムリーが生まれて2点を奪いました。そして9回の表、秋山選手がセンターへ2点タイムリースリーベースという右中間を破る素晴らしい追加点のタイムリーが生まれました。はい、それでは気になるポイント、まずはポジティブ要素ですが、この試合はね、もうなんといってもこの人でしょう。絶好調秋山選手、4安打で難敵撃破の立役者にということでですね、まあこの試合は本当に秋山選手の活躍が光ったなというふうに思います。まず4回はですね、ショートへの内野安打、まあちょっとこれはね、エラーみたいな感じではあったんですけど、全力疾走で、ショートへの、まあ、記録内野安打になって、さらにエラーも絡んで2塁進んで、まあそこからマクブルーム選手の先制タイムにつながったということで、まあチャンスメイクとして、3番の仕事をしてくれました。で、そして9回ですね、9回2アウトのチャンスの場面で、右中間を破る3ベース、これでね、2点追加点ということで、いつも言ってるんですけども、チャンスメイクとしても、仕事してくれますし、ランナーを返すという役割もしてくれて、本当にね、3番という役割がね、合ってるなというふうに感じました。で、この試合ね、柳投手去年からね、カープ苦手にしてるんですけど、まあ、カープがね、ことごとくやられている、落ちるスライダーであったりカーブといったところですね、レフト方向へヒットを打つというシーンがありまして、まあ、こういうふうにね、柳投手の得意球を3番バッターがね、打つということで、まあ、ちょっとこれがね、去年の柳投手、カープ打線に対して違うなと感じたところじゃないでしょうか。やっぱり去年はね、秋山選手途中から入ってきて、まあ、体調不良とかもあってなかなか本調子じゃなかったんですけど、今年はね、キャンプもしっかり日本でやっていい状態で、入れてると思いますし、まあ、こういう風にね、秋山選手がいることで去年まで打てなかった選手に対しても、カープもっと勝てるようになるかなという風に感じる一戦になったので、やっぱり3番でね、三者凡退でいくんじゃないかという初回も秋山選手がしっかり変化球打って、まあ、三者凡退ではしないというね、まあ、こういうね、些細なところでもね、球数とかも増えたり、して相手ピッチャーからしたら全然違うなというふうに感じると思うので、まあ、打線といった意味で秋山選手が3番にいるというのは本当に今シーズンカープにとって大きいなというふうに思うので、もうね、改めてはなるんですけど、本当にカープに来てくれてありがとうございましたというところね、大きな声で、伝えたいと思いますし、まあ、さすがにちょっとね、今打率が高すぎてずっとこの調子っていうわけではないと思うんですけど、まあ、チームをね、引っ張って、もう今打率やっぱり8分5厘ですので、まあ、異常までね、高いので、まあ、調子はね、いつか落ちてくるとは思うんですけど、チームを引っ張って、行ってもらいたいなというふうに思います。続いてマックブルーム選手は3試合連続打点となる先制タイムリーということで、4回ノーアウト2塁からですね、低めのシュートを見事、合わせて右方向へポテンと落ちるツーベースということで、4番のね、仕事をね、してくれてます。打率はね、まだちょっと2割4分1厘と、低いんですけど、まあ、ここ3試合連続チャンスでしっかり4番らしい働きしてくれてるので、そこら辺はね、いいかなというふうに思いますし、まあ、前も言ったんですけど、ホームランとかいったところもね、そろそろ、出てきそうだなという雰囲気もありますので、そこにもね、期待して待っていたいと思います。そして西川選手は気づけば打率3割にということでですね、もう開幕、なかなかヒットが出なかった西川選手ですが、もう気づいたらね、この試合もマルチ、で3割乗ってましたし、またね、この試合もタイムリーをね、さすがというところで、追い込まれてから高めのボール球ですね、これをね、レフト方向へ弾き返してタイムリーということで、まあ、こういうね、5番バッターとしてランナーを返すという役割もね、ここ数試合できていますので、本当に頼もしい5番バッターになってきてくれてるなと思いますし、やっぱり西川選手の状態が上がれば打線もつながっていきますので、まだまだね、打てるバッターだというふうに思うので、あとはね、ホームランとかも出てくるんじゃないかなというところで、まあ、ここもね、西川選手期待したいと思います。
続いて野間選手、途中出場から2安打で完全復調かということで、この試合ね、7回の、代打から出た野間選手が2安打で、マルチ安打ということで、まあ、1本目のね、ヒットがレフトへのツーベースというところで、まあ、ここね、野間選手らしい、逆方向への、いい打球ということで、これでね、ちょっとやっぱ状態戻ってきてるかなというふうに、感じてね、朗報ですね。で、まあ、9回のね、ヒットはまあ内野安打というところなんですけども、ここもしっかり全力で走ったというところもありますので、そういうプレーというところも大事ですので、またね、野間選手がまた2番に明日とか使えるかな、使われるかなというふうに思うので、この状態で、攻撃的な2番としてね、打線活性化させてほしいと思います。で、9回ツーアウトからの追加点は、収穫ということで、9回ツーアウトからですね、菊池選手、野間選手、秋山選手で2点を取ったというところはね、非常に良かったかなと思います。去年まではね、なかなかバンテリンではね、追加点が取られずに、まあ、中盤で逆転されるっていうゲームがあったんですけど、この試合はね、まあ、この2点の追加点というのがね、非常に大きかったですし、まあ、ツーアウトからでも点取れるっていうね、カープがね、戻ってきたなというふうに感じますので、まあ、このね、上位打線で取ったっていうのもね、非常にいいですし、こういうね、ツーアウトから取るっていうねシーンもねもっともっと見たいなというふうに思います。で、采配面ではね、9回の代打韮澤選手は去年と違うところというところで、9回ワンアウトから、栗投手に代わって韮澤選手起用されたんですけど、まあ、去年までとかでしたらね、この場面でちょっとベテランの松山選手とかが使われていたなという印象なんですけど、まあ、2点というねリードあまり大きくない中でも若手の韮澤選手を使って、まあ、経験値つかませようというような、ね、意図が伝わってくるのはね、いいかなというふうに思ったので、まあ、どんどんね若手も、使えるときは使っていくというところしてほしいと思います。で、反省ポイントなんですけど、今日スタメンだったね、堂林選手と上本選手、またもやスタメンで不発ということで、前回巨人戦のね、グリフィン投手相手にもこの2人、スタメンだったんですけど、その時もヒット出ず、で、この試合もね、ヒットがね、生まれなかったというところで、まぁ、ちょっとね、貴重なチャンスでね、アピールできていなかったので、そこはね、残念かなというふうに思います。こういうふうにね、アピールできなかったら出番も少なくなってきてしまいますので、またね、次代打とかの出番になってくるかなというふうに思うので、まあ、そこではね、しっかり結果を残せるように、頑張ってほしいなというふうに思います。続いて先発の栗投手についてです。栗投手、今日非常にいいピッチングでした。8回を投げて被安打4、奪った三振7つ、失点、自責点は0という内容でした。今日の栗投手ですが、序盤からストライク先行のピッチングで、まあ、前回から修正できていたなというふうに思います。前回はね、なかなか球数がかかってしまったんですけど、もう今日はね、序盤から本当ストライク先行で、先頭の大島選手、空振り三振ね、4球で打ち取ったりして、非常に良かったかなというふうに思います。で、今日は追い込んでからフォークを有効的に使ったというところで、まあ、去年とか前回登板で追い込んでからの、ピッチングが課題だったんですけど、この試合はですね、本当にいいところからフォークを、落とせていたなというふうに思ったので、このフォークで空振り三振を奪うというところも、多く見られましたので、このフォークというのがね、一つ今日は良かったのかなというふうに思います。また大胆にゾーンで攻めて、わずか1四球ということで、まあ、前回の試合とかも、なんですけど、まあ、追い込んでから際どいコース攻めたりして、フォアボールとかいうシーンがね、ここまでクリとして見られていたんですけど、この試合ですね、本当にもう大胆にゾーンで攻めるというところができていたので、まあ、中日打線がね、早打ちしてくれたっていうのもあるんですけど、まあ、そこもね、ゾーンでどんどんストライク取ってくるので、打ってきたなというところもあるかなというふうに思いますので、まあ、そういうふうにね、大胆に、いろんな球種をゾーンに投げ込めたというのはね、非常に良かったのかなと思います。で、球数的にはね、まだいけたのかなというところで、97球で交代したということで、まあ、8回もね、3者連続三振に奪っていたり、まあ、余力もね、残しての交代かなというふうに思ったんですけど、まあ、ここまで先発ピッチャーですね、100球で変えるというね、方針があるかなというふうに思うので、まあ、今日はね、この8回97球で降板というところになったと思うんですけど、またここら辺もね、夏場以降とかになったら、どんどん球数っていうのもね、増やしていくかなというふうに思うので、栗投手、非常にね、スタミナがあるピッチャーですので、まあ、この試合みたいにゾーンに大胆に投げ込んで、球数も少なく完投完封もいけるというようなピッチング、これからしてほしいなというふうに思います。この試合本当にナイスピッチングでした。続いて中継ぎまとめです。この試合ターリー投手、栗林投手が登板してます。まずターリー投手ですが、準備不足だったかというところで、制球も乱れてヒットとフォアボールで、ワンアウトも取れずに交代となってしまいました。まあ、ここなんですけど、9回攻撃が始まる時点でブルペンでは栗林投手しか、準備していなかったんですけど、2点追加して4対0でセーブシチュエーションじゃなくなったということで、そこからおそらくターリー投手が準備したと思うんですね。で、まあ、そこで多分ね、準備があまりできてなかったのかなというところで、
ところで、ちょっとコントロールも、ばらついてましたし、今シーズンね、変化球とかまっすぐのコントロールも良かったんですけど、そこが、ばらついていたため、まあ、2人投げたところで交代というところになったので、まあ、今日はちょっといろいろ難しいところがあったのかなというふうに思うので、まあ、次回ね、しっかり準備した時の登板っていったところで、抑えてくれるところをね、期待したいと思います。で、もう一人もね、栗林投手もですね、まあ、緊急登板みたいな形で4連投になったんですけど、まあ、ノーアウト1、2塁で、まあ、ずるずるいくんじゃないかなという難しい状況で、まあ、先頭ヒット打たれてノーアウト満塁にはなったんですけど、1失点で抑えたというところで、まあ、さすが守護神だなというようなピッチングでしたね。本当はね、9回攻撃開始時に肩を作っていたんですけど、まあ、追加点が入ったので、先ほど言ったように、ターリー投手に方針変更したということで、だと思うんですけど、またピンチになったので、緊急的に登板したということだったと思います。まあ、ここちょっと栗林投手にとってはね、きつかったかなというふうに思いますし、4連投になってしまいましたので、ちょっと不安なところもあるんですけど、まあ、ちょっと難しい系統判断だったかなというふうには思います。まあ、4-0 になってね、栗林投手生かせるのではなくて、他のピッチャー生かせるという判断はね、正しいと思いますし、さらにね、ノーアウト1、2塁のピンチになった状況で栗林投手出すっていうのも、まあ、勝利を目指すという上ではね、致し方がなかったのかなというふうにも思いますので、まあ、バンテリンとかね、ああいうピンチ、広げていったら逆転されるっていう試合カープ結構あったりしたので、まあ、しっかりね、勝てる試合は勝つというところで栗林投手出すっていうのはね、まあ、仕方ないかなというところもありますね。まあ、前の試合がね、移動日も挟んでるというところでの起用にもなったと思うんですけど、まだやっぱりちょっと腰の状態とかいったところがね、不安な時もあるんですけど、まあ、投手コーチがね、怪我に苦しんだ横浜コーチというところもあるので、そこら辺はしっかりケアしてくれてるんじゃないかなというふうには思いますが、まあ、ちょっと登板が序盤から重んでるというところは不安なところでもあるので、早くね、矢崎投手とか戻ってきてくれたり、他のピッチャーもね、9回4点差で安心して送り出せるという信頼感をね、勝ち取ってほしいなと思いました。次の試合は予告先発遠藤投手、福谷投手となってます。まず遠藤投手ですが、前回カープの連敗を4でストップし、5回コールドではあるんですけど、プロ初完封を挙げた遠藤投手ということになります。一方の中日の先発なんですけど、まあ、こちらね、まさかの中2日で登板ということで、前回横浜戦でね、1回38球で降板した、福谷投手が先発するということで、まあ、ちょっとね、ここは異例の中2日というところかなと思います。まあ、球数が少ないというところではあるんですけど、まあ、先発ピッチャーからしたらちょっと調整難しいんじゃないかなというふうに思うので、まあ、カープとしてはそこがね、一つチャンスになるかなと思います。で、キモバンテリンで連勝したいということで、今本当に中日ね、状態悪くて打線もつながらないですし、守備のミスっていうのもエラーにならない守備のミスとかも出ていたりして、ちょっとね、チームの状態悪いなと思うので、まあ、ここでしっかり、勝って、なかなか勝てなかったバンテリンでもね、勝てる時に勝っておきたいと思うので、ここで連勝したいと思います。で、先発の遠藤投手、非常にね、オープン戦からいいピッチング見せてくれてるので、もう遠藤投手には期待していいんじゃないかなと思うので、ナイスピッチングというところをね、期待して見守りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。5連勝で一気に貯金1となりました。このままいい状態のまま連勝を伸ばしていってほしいと思います。このチャンネルの登録高評価もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガガガガガムシャラカープ頑張れ。